2020年1月。やあ！はい、こんにちは。おう、こんにちは。こんにちは。はい。今、令和2年ということで、まあ、お正月もとりあえず一段落したかな。とりあえず今日はラーツということで、まあちょっとカブで、来ました。ちょっとわからん、はい、ここは阿鼻子市、阿鼻子市悠々公園で、ちょっとラーメンを作って食べようと思っております。はい、皆さん、皆さん、スーパーカブ、とりあえずオイル漏れ、治ったと思います。ということで、今日はまあ鳴らしがてら、ちょっと来てるような感じになりますね。はい、まあ意外なところがオイル漏れしてましたね。まあそういうわけで、このスーパーカブ、これですね。はい、ちょっとそこそこ完成してきてるかなと思います。まあそうですね、あと、まあ、やるとしたらタイヤと、あとスプロケとかをそろそろ変えようかなと思っております。で、まあちょっと正月に C125 を見てきたんですけれども、そうですね、まあちょっと大きいかな、まあ、今乗ってるやつはかなり小さいと。まあもともとベースが 50cc ですから、こう考えてみたら結構なものかなと思います。まあそれで、いいかななんてちょっと見てはいたんですけれども、まあとりあえず値段も値段だし、そんなにいっぱい持ってはいられないというのもありまして、まあ250のオフロードバイクを処分するわけにもいかないので、あれはあれですごい気に入ってます。なんて言ったって、いろんなところで行けるリアルパップ。そうですね、オフロード車はやっぱ強みですよね。まあ、あのオンロードと違って、まあ、どこか遠出に行くときは結構辛いんですけれども、まあ、それでもあれですね、やはりメリットの方が大きいと今は思っています。オート怖えな、やっぱり。ちょっとね、すごいぴったり疲れるとやっぱ怖いですね。はい、そういうのもあって、まあゆっくり行きましょうよ、株なのでね。そうですね、こういうところもやはり覆面パトカーとか出ますからね。そうね、まあ、中華でもこれくらい出てくれるといいかなと思うんですけど、そうですね、結構怖いことは怖いんですけど、まあ快適は快適。はい、ここが利根悠々公園です。結構いろんなテントが張ってありますね。はい、ここら辺、ここの確かね、白い白線からこちら側がデイキャンプもできるところになってるんだね。ほら、ここからデイキャンプ場となってます。まあちょっとやってみますか。公園に着きました。
それでは、ラーメンの準備をします。ちょうどいいところに、テーブルがありました。このようなテーブルは、他にもあり便利ですね。これは、昔から使っているラーメン鍋です。四角いタイプなので、ラーメンがそのまま入ります。風で火が消えてしまう。風を防いでいます。感じにお湯が沸きましたね。少しの風でも火が消えてしまう。手で風を防ぎます。今日は味噌ラーメンです。そろそろ出来上がったと思います。少し硬めですが、私好みの麺になりました。札幌一番味噌ラーメンの完成です。それではラーメンを食べてみましょう。いやー、外で食べるラーメンは美味しいですね。やはり気分が違うと、さらに美味しいです。夕方になったので、撤収するグループもいますね。ここは広くて、デイキャンプに最高です。今度は、ここでキャンプしよう。夕方なので帰りましょう。ここはいい場所ですね。本当にラーツーは楽しいですね。さようなら。